皆さんお元気ですか今回の聖書は「マタイの福音書」「五章の八節」でございます心のの清いいはは幸でですすその人は神を見るからですこの聖書にですね「その人は神を見るからです」とありましたね私は京都で考えもしなかったら学生伝んしたんですが当時の学生は議論好きでねみんな赤字降ってましたよそれで、ね 道を求めてくるんじゃなくて、議論しに来る学生が多かったですね。あの、京都の烏丸諸君のところの若い牧師の生意気だ。やっつけてやれみたいな形でね、当時はそういうの,ういうのみんな赤だふてたんですよ。そういう,う,いう連中が議論好きでね、牧師なんか目じゃない。やっつけてやれみたいな形でね、来るんですよ。私は、あの、かなり流しられてたんですね。あの、近畿放送で、 初音先生の説教を流してラジオ伝道をやってましたからねそうしたらね議論しに来るんですよで議論って勝負つかないんですね五分と五分でねそれここにね「心の清いものはか幸いですその人は神を見るからです」ってあるでしょ本当私神を見せたいと思ったんです学生たちにねというのはどういうことかっていうと議論するでしょ そうするとね、勝負つかないんですよ。五分と五分になったら、議論っていうのはね、ちゃんちゃんバラバラやるでしょ。牧師なんかメジャーリーグまでから、ね、やってくるけど、牧師ってこうやっと強いんですよ。でそれで、ね、勝負つかなかつかないでしょ。また来るぞって言ってね、帰ってくるんですど来ないんですよ。別のものがやってくるんですね。で、また議論でしょ。そうするとね、議論って強くなるんですよ。 分分分分分分とがで私の強くなるなぜかっていうとね大体学生の質問ってこのタイプこのタイプこのタイプって分かってくるんですよそうしたらいちいち考えながら答え出したのにねもう考えなくたってポッ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 ,ポッ出てくるでしょでこっ強くなるんですねところがこっちも最後の決め手がダメなんですよで彼は最後に「じゃあ髪を見せろ」って言うんですね髪を見せてくれって。 これできないんですよ。やっぱこっち問題勝てないの議論ではね、勝ちそうで勝てない。五分と五分は六分四分、並分三分って私の強くなったんですけれども、最後は彼のり札を持ってるんですね。神を見せてくれ。そこはこっちでできないでしょ。それでね、を見せる方はないかなと、いろいろ考えてたんですよ、私もね。ところが聖書にびっくりしました。言われる福音書一生の18節にすなてありました 今だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。びっくりしましたね。こちら神を見せたい、神を見せたいと思った神を見せてくれって言うからね。見せる方を考えたんでいろいろ。ところ、ところ聖書そのものが今だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が 神を解き明かされたのである。待てよ。神様って見れないんだなって分かったんですね。あ、そうか。かにか人間はほとんどそうだ。神を見れないとかしちゃったんだ。見せられるわけないと思ってね。それで、ちゃんちゃんバラバラ始まる。じゃどうじゃって追い込むでしょ。神を見せてくれ。ちょっと待って。それはできない。はい、できない理由。できない理由言うから聞きなさい。 ここで伝道選挙のゲノになったんですよ。神はね、見れないんだ人間。なぜ見れないかっていうと、神と共にいたんだけど、聖書読んでみろ。頭がサータンの岩場に破れて、髪を捨てて、サータンの主役に落ちてダメになったんだ。神を見れない、見れないときしちゃった。イっそが言ったら法と息子だと。法と息子っていうのは親の子は見れないんだ。だからね、見れないときしちゃったんだよってね、伝道選挙のゲノになったんですよ。これは突破口でしたね。 つまり私は初めからこれをやるべきだったんですよ。ね、議論じゃなくて、ね、初めからこういうわけで人間はこうなったんだと、聖書から教えるべきだったんですね。後で気がついたんですよ。神を見れない理由を言うから聞きなさい。ここでね、伝道席を始まったんですね。これは突破口です。これ初めからこれやるべきだったんですよ。つまり議論で誰でもできるわけじゃないですね。わ、わかります議論っていうのはね、 勝っても負けても生きがないんですよ。むしろ負け方がいいくらいですねで。でね、私、今でも思い出しますけど、一人の女子大生,子大生は、グードにも出ないほど追い込んだ。どうじゃんどうなりましたポロポロって感じが泣いてね、悔しいって言ったらね、二度と教会来ないですよ。こちら議論に勝って魂し逃がしちゃったんですね、ま、負け方がいいくらいですね議論っていうのは。つまり、議論っては誰でもできるわけじゃない。 で、勝っても負けても生きがないんですね。だから、大事なのは、あなたにとってそんなことより大事なのはこれですよと、スクリー,チューを教えることですね。特にイエスソン十字架を教えることです十字架は身代わりだよ。あんたの罪に許される。なぜかなら、な、なぜかならイエスソンを、あんたの罪に背負って神の刑罰を身代わりに受けたんだから。この身代わりって言葉を使うことは日本人にね。それで一発でわかりますから。あがないって言うと説明せないからですね、前の話で。 はい。身代わりって言葉あるところ、教えておきますね。第一ペテロ。第一ペテロの三章十八節にこうあります。身代わりと出てきます。これ私よく読むんですけどね。あ身代わりを知るためですね。第一ペテロ三章十八節。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人たちの身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、 例においては生かされて、私たちを、神の身元を見くためでした。身が、身がりってあったでしょキリストも一度罪のために知られました。正しい方が悪い人も言っ身代わりとなったものです。この身代わりって言葉を使うことですね。そうすると一発でわかりますよ。私ね、この身代わりって言葉で、福音一回でわかったんですよ。前にわか衆し,したいの、私は19歳からずっと教会行って、 クリスチャンだって、牧師にもなったんですね。ミシンジャーのうちに生ま,生まれましたからね。19世からずっと教会やって救われた。その前に2回行ったことあるって前に明石し,したでしょ。一度は幼稚園の時に行ってね、えらいかかせたり、描てた二度で行かなかったな。2回目はね、中一の時に行ったんですよ。前に明石し,したい。その時ね、終戦で何もなくなってね、教会に食料があったんですよ。アメリカはね、どんどん教会に食料を送ったんですよ。ララブシとかね。 ででそうだから教会行くとね食料あ,あったんですねで,で教会で何がくれるって,ってみんなどうって言ったの8月15日終戦で9月から教会始まりましてね行っ,た行ったでしょ何かくれるって言うんで 200, 200年くらい集まった中学生中学生だけでねで私言われたら「お前代表になって挨拶しろ」って言っれて挨拶しました僕はこれから毎週毎週教会学校行きたいと思いますなんて次の日が行かなかったんだけどね まあ、野球部に入っていけなくなっちゃったんだけど、まあ、とにかく愛想したでしょ。そしたら20人くらい小さいグループに分けられて、ドドッと小さい部屋に入れられて、文久ですね、待ってたのは女の先生で、前に明かしたようにね、これよりとってもわかりやすいんですよ。イエスさんは十字架にかかって絵、えー、見せたの。そってこう言ったの。さあみんな、どうしてイエスは十字架にかかったのかね、それは僕たち、君たち、私たちの罪の責任を全部イエスは背負ってくださって、神様の罰を、 身代わりを受けたんですよ。だから、イエスは十字架の死は身代わりの死だから、どんな人でも忙しいんたら、全部罪赦許されて、天国に入れますって言ったんですね。初めて福音聞いたの、私。どう思いましたこれはいい話だ。と思った。これはいい話だ。どうせ宗教を持つらなら、傷つけようだって決めた。これはいい話だ。どうせ宗教を持つらなら、傷つけようだって決めた。ほら。 イエス様を身代わりに死んでくださった。だから、神の刑罰を身代わりに受けてくださった。だから、誰でも信じた罪を許されて天国行け。こんな分かりやすい話しないでしょ。こんな良い,い話聞い,た聞いたことない。福音との皆さん、グッドニュース、良い,い話って意味なんですね。こんな良い,い話聞いたことない。よし、同性衆、今日も、つはいようだって決て、どんどん福音入った。次の日が行かなかったんですよ。でもね、福音の種は口内の、 それで、ついにこれがね、えー、19世紀からきつきを変えて、蘇って、え、スを信じますってなったんですね。皆さん、だからこういうのでね、いいですか議論はね、生きなし、勝っても負けても生きなし、避けたいね。議論にか,かって、魂に逃がすなんて、これよくありますからね。そ,そうじゃなくて、あんたにとって大事なこれですよ救い道を教えることですね。 作作りの道を知らせることですよでその時に大事なのはね十字架は身軽りだってことをはっきり教えることですねそれで私京都でたくさんの学生を救ったのはそ,そういうのでたくさん来たんですけど京都大学の学生委員長がうちで救われましたあかたくて全軍知ったしやってたいい男がねそれから京都府大の学生委員長も救われましたね でお父さん、お母さん、プロの共産党にね、ねえー、どこ切っても悪くるニン主義のね、すごい女性が来ましたよ。かか彼女、ご両親は熱心な共産党の、ね、幹部だったんですね。なぜ彼女救われたかというとね、私たちの京都教会、本部教会でね、どんどん新しい自然教をしアメリカからねで。私は彼らを用いたんですよ。というのはね、ネーテムブでしょ。そこで 高い金、取って、英語を教えるんです。あ、いや、あの、ただって、一応は、一応は、だめだ、これからですよ。英語って、面白いけど、難しいんですよ。で、途中で、このぐらいですね。高い金取ると、来るんですよ。それ、四箇所でね。四カ所で、高い金取って、英語を教えてくれる。ね。で、で、金ポンと払う、金もやめないんですよ。わかります。それでね、ただ教会では取らないんですよね。 九時から、教会学んで九時から英語クラスありますが、条件は絶対恋愛でなければならない。うねばならないんですね。わかりますかそうすると四カ所で英語を習ってた彼らがね、もっと熱心なのは教会にも来るんですよ。九時からもたやってます。ただでね、しかも。それで、この九時からの英語に来る人たちはね、 中はクリスチャンになってもいいやと思う人が来るんですよ選挙中に伝道されたりねその人格に触れてクリスチャンになってもいいかなと思ってる人が、ね、来るんですねその英語クラスに一人の姉妹が参加しました彼女はねご両親がプロの共産党員でね何度も豚袋にぶち込まれた当主のお嬢さんですねえー、彼女はなぜ来たかというと 京都大学の付属幼稚園付属看護学校の看護になるためにね看護学校をやったんですよその看護学校でもうちの宣教師が英会をやってたんですよそれでこそこに行った宣教師は若い宣教師じゃなくてベテランの宣教師が行きましたよねそれで英語を教えたでしょその時にそこに参加したんで彼女はねその プロの共産党のお嬢さんが参加したんですよ。その時ね熱心に来るんでねあは熱心ね実は日曜日もやってんのよあの教会でそれただよただしね礼拝でないかんの行くって言ったらね行きますって言うんですね、えー、英語もっと知りたいからそれでやってきたんですよで彼女は私はっきり言いましたよ 沖先生私何にも期待しないでください。絶対にクリスチャンでありませんから。ってこうやってやってきましたね。あそうか。神様はどうするかね。見てよな。って言ってね受け入れたですね。で彼女毎週毎週来ましたね。一にね。ずっと聖教を聞きました私の。礼拝出ますからね。ところが態度悪いんですよ。うちの教会はねあの、礼拝の最後にね、洗礼式があるんですよ。 簡単に言うと礼拝中ですねあの明石させで学生たちにねどうしてイエスマを信ずるようになったかって明石をしてでダバーンってね礼拝の流れやるんですよ礼拝の最後にねそれを彼女はね睨みつけてましたねなんでだらし色ない大学生だみたいな態度悪くて、ね、じーっと睨んで大体真ん中のん中座るんですこっち側に座ってね見て,見てるんですよ。 ね、それでねにら,にらみつけてましたねなんでこんな簡単にクリスチャンになるんだみたいな顔してねところがね私の選挙半年聞いた彼女はねずっと毎週来ますからそうしたら落ち着かなくなってきたんですよ揺れるんだよ彼女私の選挙を聞きながらねよくよりねそれで縦揺い始まったらこう、ね、落ち着からないですよねそれでもういいだなと思ってね どんどん帰っていくでしょ日曜日。あと牧室に呼ぶんですよ。あの、もういいだろうと思った学生呼ぶんです。あんたちょっとこっち来なさい。で、ローマ1の十開くんですね。ローマ見てる時間十章十小節。で、もういいだろうと思った学生を読んで、牧室にね、ローマ1の十開くんですね。で読む呼ぶんです。ローマ見てる時間十章十節。 人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです」で、この見事を読むんですよ。人は心に信じてて義と認められれ口でで告白して救われるのですこれ読んでね今日ねこれこ,こう書いてあるだろう。あのどうだよもうそろ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 クリスチャンにならないか。はい先生そうしてください。じゃあなこうこ書いてあるだろう人は心に信じて義と認められ口で,口で告白して救われる。 クリスチャンになろうかな、なりたいなと思ってるだけじゃダメ。信じますっていう、それでオぎャって生まれるの。君の名前読むから、何々クリスを信じますかって聞くからな、はっきりししん、信じるなら信じますって言うんだぞって言っておいて、何々クリスは信じますが、信じます。それでオぎャって生まれるんですね。その後ね、いいですか、ぼーっとしてたらダメですよね。間が持たないから、すぐに彼の手に入って、主を感謝します。 精霊によらなければ、誰も主であるということはできません。今日、ね、ここに書いてあるんだろう。人を心に信じて生きと認められ、口で告白して救われるのです。つまり、クリスチャンになろうかな、どうしようかな、なりたいな、と思ってるんだけじゃだめ。信じます。それでおぎやって言われるんだよ。私、君の名前呼ぶから、何々君につも信じますかって聞くからな、ね。 信じるな信じますやっだけ言うんだぞって言っておいて何々君にを信じますか信じますでその後ね彼,彼の手握って祈るんですね私必ず天皇殿様感謝します精霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできませんこの兄弟が今信じますって言ったのは精霊様の働きでありますど,どうぞこの兄弟に信仰の成長をお与えください 毎週毎週教会に来て、御教団に養われる、素晴らしいクリシャンにしてください。と、祈るんですね。え、それで前、アドバイスします。これが毎週日曜日の礼拝で出席するんだよ。それでね、一回、学校で、お前クリシャンになったんだってなって聞かれたら、なりましたってはっきり言うんだよ。質問を恐れたらだめよ。 君はね学生として一人前しかし今クリスチャンになったばっかりだから一番分かんないのは聖書のこと一番分かんないのはキリストのことでいろいろ聞かれたら不安に思わないの、うん、お前三日目の読み切れなんか信じてんのかとかね所直変ったんだキリストなんか信じてんのかって言われたらこんなことすぐっ赤にうまく説明できるわけないだろう聖書を信じたばっかりだ教会来い牧師が教えるからと言いなさいだから質問を恐れないように そんな君にとって一番分かんない一番わかんないのはキリスト教のこと君にとって一番分かんないのは聖書のことなんだからいろいろ言われたら質問を恐れないの女が分かる分かるわけないだろ許可へ来いって言いなさいでこう言ってね指導,し指,導し指導するんですねそのとこ彼はね恐れないでクリスチャンだってことを言いますからねまあそういう指導をしますねはい。それでその 共産党のの幹部のお嬢さんどうなりました、ね、もういいだろうと思ってねもう私の請求を聞きな落し着かないんですよも,もはやねそれでどんどん帰っていくでしょで「ちょっとあんたちょっと個人的に話し,話したいわ」って言ったら「先生そうしてください」っていうんで牧師に入ってねソファーに座るなり私言ったら「どうだい捜査結論しんじゃないか」って言ったら「 うわーって泣いて、泣いたんで、突然ね、席を切ったように、うわーって泣いてたんですよ。で、私のその牧師室ってのはね、か街道あるでしょこっち側にあるんですよ。ガラスがあってね。こっち側に部屋があってね。こっち側にあるんですよかこの街道から見えるんですよ。牧師室の中。かかのガ,スガラスがありますからね。で、礼拝終わったばっかりばっかり騒然としてるでしょ。その時になるんですよ。 大きなね、患者は、うわーって泣いたの、みのみさんですよ、でその。街道からね、な私ぶん殴ったんじゃないかと、その患者が、俺。うわーって泣いたからね。た,ただ、私、私。そろそろ、イエスパ様、信じないかって言っただけですよ。うわーって泣いたんですね。そう言ったらね、泣いて泣いてね。泣き疲れてたんですよ。だね。最後の方に。<laughs> でやって、呼吸を整えて、早くてなってきたんですよね。もう、それでも、もう落ち着いてから、もういいだろうと思って、ローマ中の十って,て読んだんですね。ローマ中の十ここに読む人は、ここに信じて、義問に認める、口で告白して救われる。クリスャンになりたいな。信じようかなと思っているだけじゃだめだ。信じますっていう告白で、クリスチャンになるんだ。って言ったらね、また、うわー あーって泣き始めたんですよ。やっと静まったのにね、また起きなくえ泣き始めてね。そして彼女は泣きながら言いました。先生、その一言は言えないんです。言いたかった言えないんですってこう言ったんですね。で私,私言ったら、そうだその通りだ。神を否定してる魂はサタンの天の中にあるんだからそのサタンのというり切って、イエス様、飛び込みなさい。出場して言なさい。ああ、言いなさい。あ 言いなさいうううこれまた30分かかった30分泣いて30分またこ,こ,こういう状態でねついに最後に絞り出すようにね「信じます」ってやって言ってたんですね「信じます」ってやって言ったこの一言それで救われたの大難産でしたね大学教授だってこんな時間かかんなかったんですよもう30分泣き同し泣いてねそれから泣きながらね 先生、その一言は言えないんです。言いなさい。言えないんです。言いなさい。こう最後に信じますってやって言ったんですね。大難産でねこれ、この人一番時間がかかってたんですよ。今、今彼女は僕囚人ですよ。で、この辺その教会で説教してきましたがね。えー、で、お父さんはどうなったかというと、彼女はクリスチャンになって間もなくね、いろいろ共産党の中で問題が起きまして 2人ともね出されました共産党からね幹部級ですよ2人ともあ,あんなことあるんだねあんな幹部級になっても出されちゃうんですねああの意見合わないとそれでかかってお父さんはね大学でのくせにね牛乳配達なんかやってました最後はね生きていけなくてつまりど,どこの会社も恐,恐ろしくて取らないんですよああいう人はね終わかりますそれで、ね 結局牛乳挨拶の時あってその時病気で死んじゃいましたねでもお母さんは救われたんですよお母さんは救われまして彼女は、ね、もう幹部企業でしたけどね何でも豚こにぶち込まれた人ですよでもお母さんは救われましたでこの方はベレーボールの被っちゃってとても近代的な人でね私によくね「先生フランスの料理も食べましょうか」なんてよく私を誘ってくれた人ですね これ,でも救われましたこういうわけでね、ローマ中の自由で救われるんですね。で、一番時間がかかったのは、セキュリティにね、その、お父さんお母さんプロの教授さんというの幼い頃からマルクス・レインシーに習った彼女が一番時間がかかった。次で時間がかかったのは、やっぱりこの人、大学教授,教授なんですけどねこの、この人はね、フランスでね、あの、同じく留学生だった彼とシリアってね、 フランスに結婚したんですよそれで帰ってきてどっちも大学教授なんですフランス語のせ先生ですねで彼女の場合は独協大学で教えてるんですよ夫別の大学でね、まあ、とにかくそういうので両,両方ともね大学教授ですよフランス語のねでこの夫の方はね独協にも教えてるまた別のところにも教えてるようなもう専門家でしたよフランス夫の方はね ところで何が起きましたか子供二が2人で二人で来た時,時点でねなんと夫に女ができちゃったんですよ教え事とできちゃったので入り浸り、ね、やってこないのあうちに帰ってこないんですよそれで彼女はね反響なんですねもうお酒お酒でねあのあのもうウイスキーの瓶が転がってるううちになっちゃったんですよ そ,それで、ね、どうなったかというとおまの自殺ですね、えー、赤ちゃん抱いてね嫌だ嫌だって4歳の男の弟子でねでベランダに出たこれマンションの5階ですからねで椅子に登ったんですよ自殺しようとしてところで自殺する人ってね放心状態で自分何しようとしてんのか分かん,ない分かんないそうですねそしたら電話出したピーピーってねあの。 今のような携帯じゃない携帯ない時代ですからね電話だとピーピーって彼女は「あ,あ電話だ」って気が付いて椅子降りたんですあの自殺する人ってね放心状態で自分は何しようとしてるのか分か,分かんないそうですねそれでね電話だって気が付いて降りてね電話取った故ふるさとのお母さんからこのお母さんっていうのは実はね福島県の人なんですよ稲葉市の子に近い。 友達住んでる人なんだけどお母さんが電話が来たんですねお母さんはね自分の娘の状態よく分かったんですよで次に言ったそうです自殺なんかしたらダメだよって言ったそうですね自殺なんかしたらダメだよって最初に言ったそうですよで彼女はそれを聞いてハッと気が我に返ってねあ自分は自殺をしようとしてたんだって気が付いて自殺をやめたんですね それでで私のの教会の看板を見ててやってきたんですよもう暗黒が入ってくるようでしたね彼女の場合、えー、教会に静かに入ってくるんですけどね暗黒って力あるんですよ割と前の方に座るんですねわかりますそれでその2メートル四を暗黒になるんですよみんな怖がってね気持ち悪いんですよじーっとやって座るからねそれでね実はね彼女はね、えー 6回やってきたんです、ね、あのあ私大宮の教会これ大宮の教会でのことなんですよ私インドネシア帰って、ま、た大宮でまだ牧師になって学生全土しましたから、ね、たくさん学生が座れたんですけど日大生ねそれでね前の座るんですけどその彼女の座った2メートルの人は暗黒になるんですよもう怖くてねみんなねじーっとしてるんですよ。それでで彼女帰っていくでしょ それでねね回来ました教会、ね、つまり1か月間通ってきましたね。で私の大宮の教会はねあの伝道隊がいてね礼拝をバーッてね全紙伝道やるんですよトラックトと教会案内持ってね伝道隊が2組ずぐグループになってずーっとねだから毎週新しい人が来たんですね毎週毎週。1人2人じゃないの34人56人固まってきましたね。 1>, とそこで1階で来ないのは、ね、山ほどいるんですよ。というのは私の教会というのはねあの宣教師がね縦売りにってね2階に住んで下で礼拝してね30人くらい入ったらいっぱいになっちゃうんですね。で私行ってからどんどん人が来るようになってね都の縦売りってずっと広げたんですよ。だから変な作りなんですね。 40人150人からい入るようにしたんですけども変な作りでね建てる2解をつないだよね教会なんですよそこでね1回で来なくなるの山までいますよえこれ教会とか言ってね来なくなっちゃうんですねでもねそういう中で1ヶ月通ってくるというのは相当熱心な人ね。4回来るっていうのはね4回来たらね必ず読むんですね牧師んでねローマ10の字を開いて どうだそれエリイエス様信じないかっていうんですね。4回で救われますよ、ね。信じます。ね。共通で私やったようにね、こう読んで、ね、何々エスを信じますが、信じます。日大生がやほど救われましたね。信じます、信じますってね。わかりますそれでね、一度ね、日大生がね、 校舎を一つ借りてね校舎って教室一つです教室一つ借りてね大集計したことなんですよあのこれ彼ら日大リバイバルっていうんですけどね今の教室大きいですねあの私学のもう行動みたいに大きいですよ一つの教室っていうのはねそうですいっぱい入りましてね彼ら石込み伝道してねその出席者の80%これ救われたんですよね 彼らは日大リバイバルって言うんですけどあチこチの教会にも行き,行きましたよね、まあ、と,とにかくそういうことが起きたんですけどもまあ、まあ、それでね、えー、日大生がいっぱい救われたんですがそ,それでねローマ中の決ままるんですすよわかりますそれで4回来るでしょ日大生例えばこれ熱心なんですよ。 1>, 1回でこの暗い山ほどいる中で4回も来るってことは相当熱心なんでね必ず救いに導くで彼女の場合はね4回でまだ暗かったんですよね暗黒ですよまだところがね6回でしょうそれでね1回3たちましたねうちの,の教会に来てからそうしたらなんかまた大学に行き始めたって聞いたんですよ明るくなっ,なってきて少しね それで6回来たからもういいだろうと思ってね「ちょっと来なさい」って「どうだいそろそろいつも信じないか」ってこれ個人的な導きするとか読んだんですねそしたらね事務所の方から日大生が「先生電話電話」なんて言ってんですねうちの教会急にこう広げた教会だからね牧師身の電話なくて事務所にあるんですよ「先生電話電話」なんて言ってちょ「ちょっと待って今日あなたと一回話せないわ」 あ「あんたのちホームするはいつがえって言ったら、ね「夜しかいない」って言うのに「夜しかいない」つまりね昼はもう大学に教えに行くでしょ日曜日教会でしょ先生昼はおりませんって言うんだね夜しかいない夜はまずいと思ったねそれで婦人会会長のそばにいてね「この人夜しかいない」って言うから一人で行けないからあんた一緒に行ってくれるか言ったら「行きますわよ」それで婦人会,会会長と時間合わせに火曜日の夜ねかか彼女訪問してね それでね、老後10の銃開いて「どうだいそろそろいつも信じないか?」って言ってねここ読んだんですよ。人は心に信じて義とみみ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 みとみみみとみみ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 みとみみ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 みいみみみみみたったそれだけみみみみみみみたったみみ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  大学教授とか別の道ってないんだよ。みんな同じ条件だ。いいからたまに座りなさい。ね。信じな、信じますって告白すればそれでいいんだって言ったら、うん、先生、たったそれだけでいいんですかって言うんでね。うるさいね、あたたたたた,たって。とにかくね、信じます。その一言で決まるの。って言ってね、座り直しなさいってね。何々先生、いつも信じますかって言ったらね。 先までたったそれだけでいいんですかって言ってたくせに、手が震えてるわけでね、あんたどうしたんですかって言ったら、先生、その一言が言えないんですって,って先,先までたったそれ,そそれだけでいいのだっ言ってたくせにね、その後に多いんだらもう言えないんですね。皆そうだ。神吉で生きてる魂はサタンの手の中にあるんから、そのサ,サタンの手に振り切って、イエス様を信じますって言いなさい。 うーって苦しんで、いらっしゃいうーいらっしゃいうーってこうして、ついに絞り出すように、信じますってやっていましたね。で、救われました。そういった感情の場合はね、えー、不思議な人でした。信じますって言って,言ってから、痛い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 ってひ、肘なぜってましたしばらくね。あの、サタンの試合から脱出してね、肘痛くなったのあの人だけですね。こうやって見事に救われました。皆さん、大事なのはこれですね。 イエス様の十字架は身代わりだってことを知ること。そしてそのイエス様を本当に信じ、告白することですね。そしたら救われます。どうぞテレビを見ている人う皆さん。イエス様の十字架のあがないのゆえに、身代わりの死のゆえに皆さんも救われます。どうぞイエス様は信じて、罪許されて天国行きの素晴らしい人生に入ってください。そのためにもこのテレビは用いられたら幸いであります。お祈りいたします。 天の父を感謝します。こう,いう,向こうしもイエス様がお別れることができました。テレビを見てらっしゃるお一人一人が、虚しい人生をやめて、本当にイエス様を信じて、積み許されて、天国行きの素晴らしい人生に入ることができるように、どうぞ、そのためにもこのテレビをお持ちくださるように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンでは来週またお会いしましょう。